これで予選が終わりました。5戦して2勝2着2本、33号機はどんな手応えで仕上がってますか？意外な素性を感じてます。意外な素性、はいはい、それはいい意味で。そうですね、はあはあ、はい、具体的にこの辺が気に入ってるっていうのはどの辺なんでしょう？いや特にないんですけど、まあ、なんとなく全体にいい当たりがなんか素性って感じがします、はい、バランスが取れてて、まあ、力強さも感じてるというところなんですか？強いとまではちょっと感じきれるにはいってないんですけど、はい、うん、人と比べるとあれって感じがするんで、やっぱエンジンの素性なのかなって感じです。乗り心地はどうでしょう？ああよかった、まあ、最悪ってことは絶対ないんですけど、うん、ないようにしてるんですけど、はい、まあちょっと好みのなんか感じではないですね、まだ。4日間に関しては、まあ、プロペラのずっと微調整ぐらい気象状況と合わせてという感じの作業だったんですか？いやちょっとなんか大幅にやったりもしました。そうですか、はい、はい、ただまあ成績はまあまあ伴ったという感じですよね。そうですね、なんとなくって感じです、はい、そうですか、うん、スタート感はどうだったでしょう？4日間大感より大きくずれて0.3ぐらいずれたかなぐらいの感じですね、はい、そうですか、はい、重賞戦、まあ、内枠の方になりそうですが、そこに向けては何かまだ考えてらっしゃいます？あ、まあなんていうか外じゃないんで、うん、まあ、行き足としっかり回れる感じにしようと。そうですか、はい、はい、さあそれでは最後にファンの皆さんに一言、重賞戦に向けて意気込みをお願いいたします。はい、しっかり実力を発揮して自分がどんなもんかちょっとアピールして帰ります。はい、さあ4日間が終わりました。すべて船券絡みですね、終わったわけですけれども、はい、モーター15号機はどんな仕上がりになってますか？あ、今はバランス取れて、うん、はい、伸びも出足もいいと思ってます。ということは重賞戦に向けてこの状態をキープできればもう足的には心配してないという感じですか？足的には心配はしてないですね、はい、そうですか、はい、あとはスタート間、今節ちょっと風が強かったり波が出た日もありましたが、ご自身と時計との感触はどうでしょう？まあ、いい感じで、はい、スリット入っていけてると思ってます。そうですか、はい、はい、じゃあいずれにしてもそれぞれの要素もう重賞戦に向けた臨戦態勢万全だなという感じですか？まあ、船足は、はい、問題ないです、うん、近況、ご自身のリズム、まあ、寒い冬を迎えてその辺はどうなんでしょう？あ、そうですね、うん、まあ、いつも通り、うん、って感じです、はい、そうですか、はい、さあそれでは最後にファンの皆さんに重賞戦に向けての意気込みをお願いいたします。はい、足はいい感じに仕上がってるんで、はい、あとは自分が結果を出したいと思います。さあ予選の4日間が終了いたしました。まあ、ちょっとねシリーズに回って悔しい思いもあるかと思いますが、52号機モーターはどんな手応えの仕上がりになってますか？まあ、バランス型ですね。なるほど。少しちょっとまだ重さがあるので、うん、その辺はしっかり合わせたいと思います。ここ特徴はあるんですか？この辺がいいとかこの辺もう少し欲しいとかっていうのはどうなんでしょう？そうです、全体的にバランスが取れているのが今のところは特徴かなと思います。なるほどね、はいはい、さて4日間、スタート間に関してはちょっと風の強い日もありましたけども、その辺は時計との感触はどうだったでしょう？そうですね、うん、まあ、まず、うんだと思います。そんなに大きなズレはないかなという感じですね、はいはい、冬を迎えて近況ご自身のプロペラの方向性なんてのはどうなんですか？まあ、特にこれというのはないですけど、かもなく不可もなく、はい、そうです、はい、重賞戦に向けて改めてこの辺ちょっと試してみようかなみたいなところあります？はい、もう少し回転調整と、うん、まあ、形もそうなんですけど、はい、試してみたいのがあるのでやってみます。はい、はい、まあ、当然シリーズに回って気持ちの切り替えはできてますか？はい、はい、切り替わってます。さあそれでは重賞戦に向けてファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、セーバー頑張ります。お願いします。さて予選の4日間が終わりましたけれども、モーター65号機ですね、どのような手応えで予選終了という感じですか？まあ、全くハマってないって言いますか、うん、全然合わせきれてないと思ってます。裏を返せばハマればもっといい感触になるということなんですか？どうですかね、まあ、普通はあるんですけど、うん、はい、なんか回転とかいろいろはまってないと思ってますので、うん、まあ、もう一段階いろいろ調整したいと思います。ご自身の中でちょっとストライクゾーンにはまだ入ってないという感じですね。そうですね、はい、はい、4日間スタート間ですね、若干水面状況気象状況の違いありましたが、この辺は時計との感触どうでしょう？昨日あたりからようやく行けるようになってきたので、まあ、そこら辺は大丈夫だと思います。そうですか。ということはじゃあ準優勝戦に向けてはもう少しいろいろ作業を考えながらというのが本音になりますか？そうですね、プロペラはもう一段階いろいろ探りながら、うん、ベストマッチして、ね、臨みたいと思います。そうですか、はい、さあそれでは最後にファンの皆さんに準優勝戦に向けて最後に意気込みを一言お願いいたします。はい、思い切っていきます。よろしくお願いします。予選の4日間が終わりました。
さてモーター73号機現時点ではどんな手応えの特徴のモーターなんでしょうか。そうですね、あの直線はまあそんなに良くないですけど、うん、乗り心地はずっといい感じです。端回りの入り口出口、まあ、その辺のグリップ感なんかもその辺は悪くない。そうですね、安心してできる感じですね、はい、直線系はできればもう少し出したいということで何か作業はしたんですか。まあ、いろいろ回転合わせたりとかはしてるんですけど、うん、まあ、なかなか、うん、まあ、当初よりは良くなってますけど。ああそうですか、はいはい、あとはあの今節、まあ、ちょっとあの風の強い日もありましたが、スタート感、ご自身と時計の感触はどうだったでしょう。まあ、正直初日が一番見えてた感じはありますけど、うん、はい、はい、まあ、大きなズレはない感じですか。ズレはないですね。ただ自分の行きたいタイミングでは自信持ってなかなか行けてないので。あーはーはー、はい、さてまあ外枠にはなりそうなんですが、重賞戦に向けてはモーターも含めてもう少しちょっとやってみようかなというところはあるんでしょうか。そうですね、あのプロペラを中心にだと思うんですけど、うん、あの師匠のゆきやさんがやってる形にしてみようかなとは思いますね、うん、なるほどね、はいはい、さあそれでは最後に重賞戦に向けてファンの皆さんに一言お願いいたします。最善を尽くします。これで予選4日間が終わりましたけれども、モーター35号機ですね、どんな手応えのモーターになってますか。そうですね、初日からも手応え自体はあったんですけど、あの自分の調整の幅がなんていうんですか、どっち方向にいたらいいのか分からなかったんで、うん、そこでやっと今正解が出たって感じです。なるほど、はい、あの特にこの辺が気に入ってるというところはありますか。あのちゃんと反応してくれるところですね。そうですか、はいはい、あの水面状況若干違いもありましたが、4日間スタート感に関してはどうでしょう。やっぱ怖いの で、うん、でも昨日はあの昨日というか4号店の時は思い切って行ったんですけど、はい、思い切って行ったらやっぱり早いのでそこのさじ加減です。そうですか、はい、あのこの大村の相性はね8点台後輩ということですが、ご自身の中ではやっぱりこの相性はいいというご認識はありますか。はい、好きな水面です。そうですか、はいはい、じゃあまあね方向性も分かったということなので、まあ、おそらく外枠になるかなという感じいたしますが、はい、最後に準勝戦に向けてファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、一か八かとレースできるように精一杯走りますのでご視聴お願いします。